世界中の命あるもの全てに平安と平和と調和がありますように。両方の鼻でゆっくりと息を吸い入れながら、お腹を前に向けて、頸骨から背骨と膝を積み上げて、その上にお顔を置きます。自然な呼吸を繰り返します。両方の鼻から深く長く吐いて、背中を丸くして、おへそ高く引き上げましょう。お顔はおへそを覗き込みます。両方の手でマットをして、胸を空に押し上げて、目線も上です。ランチのポーズです。左のつま先から顎の先まで伸ばしましょう。左の足の付け根に心地よい伸びを感じます。体を起こして、両手左の膝に添えます。手と手、目の前で合わせて合掌。このままでも構いません。一呼吸ずつポーズ深めていきますので、今のご自身の体に合わせて体を動かしてあげてください。無理がなく自然に流れるように動かせるところまで体を動かしましょう。両鼻から息を吸い入れて、吐きながら右のお膝まっすぐ前に押し出します。もう一息吸い入れたら、合わせた合掌、お空に高く引き上げましょう。雲一つないお空見上げて、三日月のポーズです。お空に向けた胸の真ん中から、初夏の風、ご自身の体の中に巡らせましょう。ご自身の心地よい呼吸を使って、自分自身の体と心を癒しましょう。スイッチで体を正面に戻します。両方の足軽く広げて、両手前から持ち上げて万歳。息吐いて両手大きな円描いて、お尻の後ろに下ろします。皆さんの足の裏で高いお空、もっと高く押し上げます。腰や背中、肩に痛みのある方は、このままポーズキープしてあげてください。上げている足が偉くなったら、いつでも下に下ろして、お休みしていただいて構いません。もう少しポーズ深められる方は、息を吸い入れて、息を吐きながら、右足を頭の向こうに下ろします。吸い息で右足持ち上げて、吐く息で左足、頭の向こうに下ろしましょう。息を吸い入れて持ち上げて、吐く息で両方の足、頭の向こうに下ろします。
痛や股関節周りが心配な方は、合わせた足の裏同士、ご自身の体から少し離してあげましょう。もう少しポーズを深められる方は、合わせた足の裏、ご自身の体、引き寄せられるところまで、一番近いところまで引き寄せておきます。呼吸を合わせて、一つにつながります。指先、指先、手首、足首、ご自身の体、動かしたいところ、自由に動かしてください。両足をマットの真ん中で閉じて、両手、頭の上に万歳。吸って。自然な呼吸します。はい、あと2回行います。軽く吐いて、はい、吸って、自分の上唇と下唇を軽く合わせて、うーん、マミムメモのムーやね、ムーとかうーんとかいう音を軽く唇を合わせて、うーん、そうそうそう、そのバイブレーションを自分の内側で感じます。ちょっとやってみましょうか、みんなで。はい。おヨガは平和への第一歩です。それはまず自分の心の貧困をなくすことから始まります。内なる平和は平和への第一歩につながります。はい、それではそろそろ意識を戻していきますから、大きく深呼吸をします。また体の感覚、肉体の感覚に意識を少しずつ戻していきましょう。